自分が撮った推しをインスタとかに上げるオタクがいるんですけど、その毎回自分の固定ファンさんの写真を一番前に持ってくるの。わかる。ね、TO がブチギレて、固定ファンさんは二度とするなって言って、そっからしなくなったんですよ。そしたらたまたま TO が公園に入っていなかった時にやって、TO が余計ブチギレたっていう。固定ファンさはありですかなしですかっていう投票をしてもらったんですね。2646票投票がありまして、どうもただのオタクことあくにゃんです。どうもただの GA ことあくにゃんです。はい、今日はですね、固定ファンさについてお話ししていきたいんですけど、固定ファンさって知ってますか？あ、知ってます。あ、言うの？うん。で、その人特有のお互いその人同士、え、なんて言ったらいい？はい、ということですね。あの、その人にしかしない固定のファンサービス、例えばこうやってやったらこれは B ちゃんにしかやらないファンサですみたいなことなんですね。これつまりどういうことかっていうと、何千人って客席にファンがいたとしても、そのポーズをしてるアイドルを見ると、あ、今日まるちゃん来てるんだとか、あ、今日あの人来てるんだとか分かってしまうんですよ。距離が近い地下アイドルだけじゃなくて、割と本当に有名な方とかでも一般的なものなんですね。ただこの固定ファンさがもうなんかうざいんですよ、正直。わかる。もう超うざいの。なんかもうやめろやそれと思うわけですよ、見てると。で、実際にね、韓国人のアイドルのところでハンバーグを食べるっていうポーズをするね、アイドルがいるんですよ。なんか可愛いとか知らねえけど、その女の子の特定の子だけにしかこのハンってやらないっていうのがあって、それに対してですね、あのちょっとなんていうんですかね、タピオカ女って呼んでるんですけど、あれ、あの人もあの人ですごいすごいんですよ。その人もその人で、みんな出待ちしてる時に一人だけタピオカ飲んで、なんか私全然こういうの興味ないからみたいな、みんななんか自由にやってみたいな、私こういうの興味ないからって言いつつ、めちゃくちゃ本当はすごい嫉妬心の強いオタクっていう、あのタピオカ女って人がいるんですけど、まあ、タピオカ女がねブチギレるわけですよ、このハンバーグやめろとその推しに対して。確かにそのね、推しもすごいやんの。なんか階段の上でやってたと思ったら、みんなで集まってる時もやるし、最後はける時もやるみたいな。その女、そのハンバーグ女っていうの、そのハンバーグ女と、もうさ、それをやられるとさ、ハンバーグ女以外のファンはもう無視されてる気持ちになるの。で、すごいね、これやりながらはけるから、記憶が、これをやってる記憶で終わっちゃうわけ、ファンの人からしたら。辛みだよね。そう、だからそのタピオカ女が言ってることもマジわかるわけ、実際。あとね、ハートなんだよ、あれ。あ、ハートなの？こうやってやったらなんか、ハート&ハンバーグみたいな。多分そのタピオカアンナはハートだと思いたくないからハンバーグしてる。変えてんだ。韓国って写真を撮れるのね、推しの。だからね、毎回自分が撮った推しをインスタとかに上げるオタクがいるんですけど、その毎回自分の固定ファンさんの写真を一番前に持ってくるの。わかる。ね、わざわざ。たまになんか、あ、一枚目違う写真と思ったら、なんかこうスワイプしたら二枚目、あー出たみたいな。本当に固定ファンサなのかって思う人もいると思うんですよ。他の子にもやってんじゃないの、同じファンサをって。あの、たまたまね、他の子にもやっちゃった人がいて、まあ、やっぱさ、ポーズってそんな限られてるじゃん。で、その人のポーズは結構なんか一般的なポーズだったから、他の子にも使ったの。そしたらもうその人がもうブチギレで、なんか、え、なんて他の人にやんのみたいな。注意すんの。あ、なんかあれは私のものだからみたいな。いやいや、特許出しましたか、私。え、いつ特許申請したんですかみたいな感じなわけよ。固定ファンさはありですかなしですかっていう投票をしてもらったんですね。2646票投票がありまして、あり派が 46%、 なし派が 54%。 ちょっとなし派が多いんですけど、あり派もね、なし派もね、言ってることが一緒で、ありって言ってる人もだってされたら嬉しいけどされてるのは見たくない、なしっていう人は自分に会ったらそれ嬉しいけどされてるのは見たくないからなしみたいな感じで、私がされる分にはいいけど見るのは嫌だっていう超エゴイズムなの、みんな。ふざけんなよとか言いつつ、まあ、僕たちはちゃんと固定ファンさがあるんですよ、アイドルと。で、あの、ジーヤの場合は、すごいのがある。祖族人っていう人がいて、あの、相続人と呼んでるんですけど。相続人呼んでんの、わしは。相続人がね、あの、お父さんと一緒なの、歳が。どうでもいいけど。で、その固定ファンさが、韓国の伝統的なお辞儀の仕方をしてる。みんな、サイン会の時も、なんか、わざわざ起立して、こうやって、こうやって直角になんか、曲げるやつ。で、ステージ上とかでもやるから、もうみんな、ファンのオタクたちも大爆笑で、それ見て、超恥ずかしいんだけど、なんかちょっと嬉しいみたいな。で、だって、それがアンコールで、普通になんか、ビッグバンのノリノリ曲かかってんの、てーってーってれーってーって言ってんのに、一人だけ。こう、そうやってなんか、チーの前でやるっていう、超嬉しい。固定ファンとかって、しかもなんか最後、ハイタッチを見送るみたいなのがあるの。で、それってなんかさ、まあ皆さん経験あると思うんですけど、なんか、向こうが握手してきたから握手し返したらなんか、ハイタッチがやめてくださいとか、なぜか知らないけども、とにかくスタッフはなんかハイタッチをやらせたがるのね。で、そこで、ジーヤが言った、ジーヤは、ハイタッチせずにお辞儀されて。そうそう、こうやって、こうやって。
それ見ても周りもなんか別にジーヤにはなんか許されちゃう感じ。そうそうそう、でスタッフさんとかもなんかハイタッチ以外すると普通の中で無駄にブチ切れてくるくせになんかジーヤの時は何も言わずに年功序列あのエリアの中で一番年上だった。スタッフよりジーヤが年上だから本当に誰よりも。自分もいつか固定ファンサができるように頑張るっていうモチベーションに僕は変えてます。だってその人にしてるってことは自分もいずれ通ったりとか、うん、なんか10年20年とか、うん、下手したらその子が人気落ちてきた頃とかにでも通い続けてたらいつか自分もできるかもしれないじゃん。そうキャッてすでに他の子はいっぱい固定ファンサがあるんだから、うん、でもやっぱ辞めさせたがる人も大量にいて、それこそ僕のね、まあ辞めちゃったけども投資とかもなんかワンコのポーズっていうのがあって可愛いファンの子がいて、その子がいる時にやるんですけど、それに対してまあね、TO がブチ切れて固定ファンサは二度とするなって言ってそっからしなくなったんですよ、ワンコのポーズを。そしたらたまたま TO が公園に入っていなかった時にやって TO が余計ブチ切れるっていう怖くない？これをやったらあの子がいるとかオタクが全員理解してるわけ。僕さ理解してなかったら超幸せなの別に。まあ夏休み中にね、あの野外の時もそうだし室内の時とかもそうなんだけど、毎回ね変なポーズをして、しかもやっぱその子もね多分スタンディングで毎回上手にいるって決めてるのか分かんないけど、同じ方向見て同じポーズを何回もするからもう分かっちゃうんだよ、うん、それが誰か分かんないの、うん、でも、うん、ある特定のオタクに向けて何回もやってるってのが分かっちゃうので、それが1回の公演でなんか多分4回とか5回とかやってるのね。えぐいね。でもそれでもその子が誰か分かんないからまだ幸せなの。あー分かっちゃうと辛いね。でなんかもうこれもひどいんだけど、友達に聞いたら、ここあのポーズって誰に向かってやってるのって言ったら、あれは綺麗なお姉さんにやってんだよって、なんでそれ一時綺麗なってつけてるのって言ったら、なんか汚いお姉さんがいるって